どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。この間、久しぶりに夜中までネットサーフィンしたぜ。次から次へと情報が流れてくるからやめられないわよね。魔理沙は何を見てたの？匿名掲示板の都市伝説考察スレだ。一緒に真偽を追求するだけでも興味深いが、時折どこでそんな知識を身につけたんだ、と聞きたくなるような。教養の深さを見せる住民もいて飽きが来ないぜ。ネットの海には各分野のエキスパートが紛れ込んでいるものね。素人の偏見や言いがかりに対して、確たる論拠とデータで圧倒する様を、SNS で見かけることもあるわ。確かに知識人が風説を一周するのは見ていて清々しいな。逆に、彼らの知恵や行動力が誰かを助けた、なんて話もあるんだ。とても気になるわ。今回は匿名掲示板の住民が総力を結集した、飼い沼自殺者捜索スレについて解説するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。2017年11月7日の15時、5チャンネル当時2チャンネルのニュース速報ビップ板に、自殺配信するというスレが立てられたぜ。スレ主は自ら命を絶つまでの様子を、風景画像とともに実況し始めたんだ。一大事じゃない。と言いたいところだけど、他の住民の反応はどうだったの？おおよそ察しがついているとは思うが、冷ややかなものだったな。またこういうのか、どうせ釣りといった冷やかしや。映り込んでいるスレ主の人差し指に対して爪長いなといった、緊張感のない物言いをする人が大半だったぜ。匿名掲示板も SNS も嘘で溢れ返っているわけだし、無理もないわね。しかしそんなレスに対し特に反応もせず、スレ主は淡々と首吊りに挑んで失敗した旨を報告したんだ。それを受けてスレ民はさらに煽り始め、釣ったと敵が折れる、釣りと釣りをかけてんのかな、などと、まるで真剣に受け止めていなかったぜ。感心しないわね。とはいえ、真っ当な反応を求めるのも無理があるわ。されどスレ主は数々の煽りに対して全く反応せず、近くにあった東屋の針にベルトらしきものをかけた写真を投稿。最後の晩酌とばかりに3本の缶ビールの写真も上げていたぜ。その直後にさよなら元気でなと書き残し、スレから姿を消してしまったんだ。嫌な予感しかしないわ。これまでのスレ主の態度や行動、そして最後のレスから鑑みて、さすがに釣りではないとスレ民たちは判断。警察への通報を試みたものの、場所の特定すら困難な状況だったんだ。普段ならすぐに割り出せそうなものだけど、何か理由があるのかしら？スレ主が挙げた写真はいずれも山中で、特徴らしい特徴がまるでなかったんだ。都道府県の特定すら不可能だったほどだぜ。絶望的な状況ね。自分たちだけではどうにもならないと判断したスレ民は、検問や南税など他の掲示板へ応援を要請したんだ。ほどなくして有志が次々と集まり、人命救助のための特定作業が始まったぜ。匿名掲示板の人間が力を合わせる貴重な瞬間ね。とはいえ依然としてヒントは少ないままで、東屋があるのでハイキングコース、高圧線が送電のみなので鉄塔が近い、この時間帯で日が落ちていないからおそらく東北である、くらいの情報しかで揃っていなかったんだ。確かに、これだけだと特定は難しいわね。膠着状態を打破すべく、似たような景色を撮影している場所から絞る、という手法に切り替えて、スレ主が消息を絶った地点の捜索が再開されたぜ。なるほど、今回は場所を探すから、目で見て判断できるやり方を選んだのね。特定開始からおよそ7時間が経過した頃、一人のスレ民が、秋田県にある貝沼と兜山が写った写真を投稿したぜ。スレ主が挙げた風景写真と特徴が一致していること、付近に鉄塔があることなどから、貝沼で間違いないと他のスレ民も判断したんだ。ようやく場所が割り出せたし、あとは行くだけね。だけど、貝沼であると特定したスレ民は神奈川県民だったんだ。当然すぐに行ける距離ではなく、深夜2時を過ぎているということもあって、現地への偵察に名乗り出る者はなかなか現れなかったぜ。せめて秋田県民がいてくれればいいんだけど。再び捜索が停滞しかけた頃、ニカホというスレ民が、もうすぐ出ると突如名乗りを上げたんだ。貝沼の近くに住んでいたの？車で2時間近くかかるから近所とは言えないな。だけど県民であることは確実だ。願ってもいなかった捜索隊の登場にスレが沸き立つ中、ニカホは4時30分頃に着くと投稿し、紫色の日産シルビア S14 を買って貝沼に向かったぜ。この夜中にそんな距離を行くなんて、まさに勇者ね。こうして愛車と共に貝沼へと向かったニカホは、道中で撮った不気味な峠道の写真を上げつつ5時前に現地へ到着し、車を降りて徒歩で目的地へと向かったぜ。夜中の山に生身で入ったのね。肝が据わってるじゃないの。次々と上げられる写真の臨場感にスレ民もおののいていたんだが、
5時過ぎに道がない、というレスを残してニカホは消息を絶ってしまったぜ。まさか、突然現れなくなったのかしら？ああ、最初は立地のせいで電波が届かないんだろうと言われてたんだが、あまりにも音沙汰がないことから、スレの空気が不穏になり始めたんだ。深夜の山は危険そのものよ。何があってもおかしくないわ。霊夢のように突者スネークとも呼ぶのみを案じる声もあれば、やっぱり最初から釣りだったのではという意見も上がり始め、結局何の進展もないまま朝を迎えてしまったんだ。ニカホもスレ主も安否はわからないまま、どちらも無事だといいんだけど。滞った空気を打破したのは、9時半過ぎたら行ってみようかな、と書き込んだ一人のスレ民だったんだ。周囲は先の件もあって半信半疑だったんだが、他に頼るあてもなく彼に全ての期待がかかったぜ。いい報告があることを祈るわ。1時間後には着くから11時頃までみんな寝とけーとの、レスから11時スネークと呼ばれた彼は、逐一報告をしつつ現地へと向かったぜ。ニカホと違って日中の探索だし、いくらか安心できるわね。11時スネークはほぼ予定通りの時刻に貝沼へ到着したんだ。数分後に完全一致じゃね？と挙げられた東屋の写真は、スレ主が挙げたものと全く同じだったぜ。ついにたどり着いたのね。誰もぶら下がってなければいいけど。大丈夫だ。11時スネークは釣り人しかいないと報告しているぜ。少なくともスレ主は犠牲になっていないようね。これで一安心だわ。ただ、一つおかしな点があったんだ。11時スネークが撮った写真には、スレ主が残したはずの缶ビールが、写っていなかったんだぜ。本人か、後から来た人がゴミ箱に捨てたんじゃないかしら？霊夢の推測通り、11時スネークは缶ビールを見つけたぜ。だが、3本あったはずの缶ビールは1本しかなかったぜ。え、妙な状況ね。1本だけ捨てて残りは持って帰るなんてこと、ありえるのかしら？その1本もやたらと古いし、ゴミ箱の中身もスレ主があげた頃と、全く変わっていないという不自然な状況だ。なんだかすっきりしないわ。ともかく周辺も探索した方がいいだろうということで、11時スネークは次々と写真の場所に赴いたんだ。11時スネークは折れた枝やはしごなど、スレ主の痕跡を次々に発見していき、点と点を線で繋げるような優れた手腕に、スレ民は喝采を送ったぜ。素晴らしい仕事ぶりじゃない、今までの瞑想が嘘みたいね。とはいえ、一筋縄ではいかないのが匿名掲示板だ。その正確さから11時スネークイコールスレ主、なのではと疑うスレ民も現れ始めたぜ。ここに来て、また悪い癖が出てるわ。同一人物ではないかと疑惑の目を向ける彼らは、人差し指をアップしろ、と11時スネークにレスしたぜ。いくら自演してても、手が一緒ならバレてしまうからかしら？11時スネークはその要求を快諾して写真をアップしたが、明らかに別人の指だったぜ。即座に敗北宣言をして謝罪するスレ民もいれば、同じように見えると食い下がるスレ民もいたけどな。同じ指を見せてるんだから、大体は見るものでしょうに。そんなやりとりを尻目に、11時スネークは、面白かった、と綺麗な風景写真を投稿。最後に東屋とはしごの位置関係を地図で説明し、そのまま帰宅したぜ。スレ内は彼への惜しみない称賛で包まれたんだ。大部分は彼が解決してくれたわね。釣りだと分かってよかったじゃない。缶ビールの件はよくわからなかったけど。ちょっと待って、スレ主とニカホは結局どこに行ったの？事件が収束したとはいえ、最大の謎はそこなんだよな。それが明らかになったのは、11月8日のことだったぜ。同日の21時、昨日の一件でガチでヤバいことなってた、というスレが立てられたんだ。警察署から今帰ってきたと述べるスレ主に対し、とあるスレ民が、もしかして貝沼寺市スレのスレ主か？と聞いたぜ。勘が鋭いわね。問いに対してスレ主はうんと答え、家に警察が来て署に連行されたと語ったんだ。唐突ね。それこそ釣りかもしれないわ。状況が状況だから誰も信じてはいなかったが、スレ主が証拠として写真に収められていたベルトの写真を投稿したんだ。スレ民の要求でアップした指の写真も完全に一致していたことから、ようやく疑いは晴れたぜ。正真正銘のスレ主だとスレ民がざわつく一方、当の本人は前科持ちになったと意気消沈していたんだ。何の罪に問われたのかしら？偽計業務妨害だそうだ。スレの内容が虚偽だったからかしら？警察が行ってみたら、命を絶つ素振りなんて微塵もなかったことで、そのままお縄になったのね。ご明察だぜ。営利団体に対してだけでなく、警察の業務を妨害した場合もこの罪に問われてしまうんだ。話を戻すが、スレ主は3時間近い取り調べの中で、きつくお叱りを受けたようだ。安易な気持ちでこんな釣りスレを立てたことを、心から反省していたぜ。ネットの世界に長くいると忘れがちだけど、冗談や釣りでは済まされない内容よね。
警官の怒りももっともだと思うわ。ともあれスレ主が無事だと判明したスレミンは大いに喜び、次々と彼に質問をしたぜ。対してスレ主も、釣り宣言をしなかった理由、スレを立てた動機、ロープ代わりのベルトの正体などを正直に答えたんだ。彼は何と答えたの？釣り宣言に関しては不要だと判断したらしいな。スレを立てたのはもみじ狩りに行ったはいいものの暇になったからで、ベルトはカメラのストラップだったぜ。おお、次々と真相が明らかになっていくわね。缶ビールの行方も知っているはずよ。その後もスレ主とスレミンのやり取りが続く中、この件の立役者である11時スネークが登場したんだ。大いに盛り上がるスレミンたちと同様に、彼も缶ビールについてスレ主に質問したぜ。結論から言うと、もともと3本ともゴミ箱にあったそうだ。亡くなった2本はおそらく警察が証拠として持ち帰り、結果として1本だけがそこに残ったのだろうとスレ主は推測していたぜ。え、そこだけ推測なの？スレ主は捕まる前に捜索スレに潜っていたんだが、11時スネークがアップした写真を見て、2本どこ行った？とレスしているんだ。リアルタイムで書き込んでいたの。しかも本人の知らないところで勝手に小道具が動かされてるし。まあ、もう一つの謎も解けたわ。あとはニカホが現れてくれれば大団円なんだけど。当事者の中で姿を見せてないのは、ニカホだけになったぜ。スレの舞台となった山にはクマが出没することから、彼の安否について心配する声が多数あったんだ。11時スネークも紫のシルビアは目撃していないらしく、飼い沼から離れたところで車を止めていたから、今もそこにあるかもしれない、と不安を口にしたんだ。これで車だけ残っていたら、一気に恐ろしさが増すわね。とはいえ外はもう真っ暗で、今から確かめに行くわけにもいかないぜ。さあどうするかとなったところで、ついにニカホが現れたんだ。第一声が気になるわね。やあ、だったぜ。気の抜けた筋肉みたいね。ともあれ無事に帰れたようでよかったわ。スレミンによってすかさず本人確認が行われ、シルビアに乗っていたニカホであることが確定したんだ。彼に対するスレミンたちの疑問は、なぜ急に失踪したのか、の一点に集中したぜ。入念に実況してたのに、なんでやめてしまったのかしら？結論から言うと、彼はリアルタイムであの実況をしていたわけではなかったんだ。仕事の都合で少し早めに出て飼い沼に向かったそうだぜ。早めに道中の写真を撮って後からアップしたはいいものの、少し調べれば撮影時間が割れるのを、すっかり忘れていて実況に失敗したんだ。そういうことだったのね。飼い沼にも訪れてたんだが、足を滑らせた拍子に懐中電灯が壊れて、撤退せざるを得なかったと語っているぜ。現地に行ったのに撮影時間の件で釣り扱いされ、写真のストックも切れたのでそのままフェードアウトした。というのが真相だぜ。なるほど、2時間近く夜道を走って真っ先にたどり着いたっていうのに、釣りだなんだと言われれば萎えるのも当然ね。ともあれ全員の無事が確認されたことで、この件は終幕を迎えたぜ。5チャンネル史上に残る名スレだったな。起承転結がしっかりしているし、後味も悪くない。読み応えのあるスレだと思うわ。ただ、こういう形で人を釣るのは感心しないわね。赤の他人と言っても多少なりとも心配する人はいるし、人命を軽んじていると言われても文句は言えないもの。確かにな、嘘をつくなら、人を楽しませるような内容じゃないといけないぜ。まあこの件に関しては本人が猛省しているし、しかるべき罰も受けたから、私たちから言えることはこれ以上ない気もするがな。人の振り見てなんとやら、じゃないけど、軽はずみについた嘘が大騒ぎを起こすこともあるから、この話を教訓にしたいところね。というわけで今回は、飼い沼自殺者捜索スレについて紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。